続いて3番の解説に行きます。問いの2は、この実験で発生した熱量は何キロジュールかとありますが、実験そのものは断熱容器に水を50グラム入れ、水酸化ナトリウム2グラムを加えております。その混合溶液の比熱は 4.2 ジュールパーグラム計と与えられており、質量はトータルで52グラムになり、そして温度上昇、これが20度から30度になりましたので、その差ということで、それぞれのデータがこんなふうに与えられます。よろしいでしょうか。ということで、それらを全部掛け算してやりますと、総発熱量が出てきます。有効数字2桁ですので、これを3桁目を四捨五入にして 2.2×10⁄10、キロジュールになりますので、答えの方は 2.2 キロジュールということになります。続いて3番です。水酸化ナトリウムの溶解熱を求める問題です。今、反応熱、溶解熱というのは注目物質1モルに関しての出入りする熱量ということですので、今水酸化ナトリウムの蓄量が40と分かりますので、2グラムを使ったときに今求めた 2.2 キロジュールの発熱がありました。ということは1モル、すなわち40グラムでどれだけの熱量が出たのかということを求めればよいということになりますので、式としてはその2.184 の2分の40倍、20倍ですね、をすればいいということになります。ちなみにここで注意してほしいのは、上の答えで 2.2 となっております。それを使っても、一応許容範囲ですが、できればもう一桁余分に 2.18 ぐらいを使って計算するように心がけましょう。最終的には2桁ですので、やはり3桁目を四捨五入する。さらには発熱であるということを明示するためにプラスの符号も忘れないようにしましょう。答えはプラス44キロジュールパーモルとなります。